群雄割拠の滋賀県近江が21年夏から4期連続で甲子園ベスト4入りを果たし、それに刺激されたように各校のレベルが高まり、まあ、滋賀の高校野球関係者や滋賀を取材している記者からも激戦区になっているという評判があります。その中で急浮上した学校があります。それが立命館守山です。1959年に守山町立守山女子高等学校として開校され、2006年に立命館守山に校名変更と同時に男女共学となり、そして共学10周年を迎えた2016年に硬式野球部となりました。監督は秋竹監督。南関東の強豪上総マジック野球部のコーチとして2013年に日本選手権優勝を経験し、総部から同校の監督となりました。2019年の秋には初の近畿大会出場。そこから近年は上位進出の常連になりました。戦績がこちらです。特に21年の春からは県の準優勝4回しており、夏に限っては2年連続夏の準優勝をしており、まさに上位常連となっております。今回はそんな立命館守山に密着。どのような環境下でチームを強化しているのかを探っていきます。立命館守山が他の滋賀の強豪校と違うのは専用グラウンドがありません。そのため取材日のように守山市民球場を使えるのは週2、3回で、それ以外は校内にある打撃練習やトレーニング、ランニングなどが主な練習内容となっております。さらに当日の練習時間は16時半から18時半と短い練習の中、質の高い練習を行っていきます。まず練習前ではノックが行われましたが、話し合いを行って始まっていきました。学校グラウンドはありませんが、こうして専用球場を使える日にはこの移転を生かし、使用日にはノックで守備力を高めていきます。また打撃練習は普段の学校内で球場のように思い切って打てません。そのためシード打撃ではマシンを打っての打撃練習など思い切って練習を行い、走攻守のレベルを高めていきます。立命館守山の選手がどういう意識で練習をしているのか、小畑主将はこう語ります。まあ、監督からもいつも言われてるんですけど、その自分たちはその近江高校とかそこの高校とは違って練習時間短いので、その分なんか質の高い練習を求めてやってます。まあ、秋竹監督はこのように練習の意図を語ります。まあ、与えられた環境とそれから与えられた時間ですよね。その中でどれだけ質の高いものができるかっていうのは、これはまあ総部当初からの課題というか、はい、取り組んでいることなので、まあ、その質が確実に上がっていってるなという感じがします。また、立命館守山は最終下校は19時までとなっており、練習が長くできない事情もあり、質の高い練習に取り組むことが、優先となっております。今回の躍進についてはやっぱりその質が上がったことが支えていると言えます。また通学時間が長い選手も多いためですね、アプリを使って練習の振り返りも行っているようです。選手の髪型を見ると非常に坊主ではありません。昨週から坊主をやめたようですが、最初は選手たちから抵抗があったようです。まあ、先輩たちがずっと坊主だったっていうのもあって、なんかその僕たちの代から伸ばすっていうのはちょっとなんかちょっと抵抗があったんで、坊主でいきますって言ったんですけど、まあ、結果的に伸ばすことになりました。また坊主をやめたことで言われていることは物事の本質を見極めること。小畑氏はこう語ります。髪の毛がその伸びるって一つの変化も、そのただ伸ばすとかそういう意味じゃなくて、そのずっと言われてるのがその物事の本質を見極めろっていうのは、その、まあ、ずっと今新チーム始まってからも言われてて、まあ、それが一つ坊主じゃなくなったっていうのは、なんか他にももっとなんか見極めないといけない部分があるかなと思いながら考えながらやってます。
立命館森山は坊主を辞めるだけではなくて、新たに女子マネージャーも採用し、そしてツイッター、インスタグラムと SNS も採用し、 SNS についてはマネージャーが運営、全員が新たな変化に向き合って一日を大事に過ごしています。そんな立命館森山の注目選手を紹介していきたいと思います。この春は秋に敗れた瀬田工業を破りベスト8に進出した立命館森山、今大会をどう振り返ったのでしょうか。ずっと新チームから課題にしてた守備、そのピッチャーのフォアボールとか、その、まあ、四球とか、エラーとかも含めて、まあ、エラーは、まあ、出たんですけど、その春の大会自分が感じたのはやっぱりバッティング、その瀬田高専でも5回までヒット2本だったし、打てなきゃ点入らないので、そこ の、まあ、ずっと言われてたバッティングっていうのは春の大会ではやっぱ実践できなかったんで、まあ、そこが一つの課題かなと思ってます。そうですね、あの選手の持ってる力は、発揮できてるかなと思うので、あの選手はよく頑張ってるなと思います。また多くの1年生が台頭しており、競争が激しくなっていることは小畑主将も感じており、秋竹監督はチーム力が上がっていることを実感しているようでした。最後に改めて夏の意気込みを語ってもらいました。春はベスト8という形で終わったんですけど、その去年の夏と一昨年の夏、まあ、決勝戦を負けて、まあ、あと惜しいところまで行っているので、と、まあ、僕たちの代は、まあ、3年生とか、まあ、3年生がチームの中心になるんですけど、その甲子園の一勝っていうのは目標に掲げてやっています。まあ、公式戦とかでも応援に来てくれている人たちみたいなので、まあ、そういう人たちに、まあ、見に来てよかったなと思えるようなプレーをしたいと思います。立命館森山野球部の皆様、今回はありがとうございました。そんな立命館森山の野球部訪問は後日高校野球.comで公開したいと思います。